どうも、はいどうも、ピッティ、どうも、つるみです。チャランポラン、チャランポラン、トゥットゥ、ポグマです。リッキーです。というわけでですね、9本目です。おー、もうラストに近いもん。ラストに近い。まあ、ラストはポークマンがね、5階から飛び降りるというね、動画になってるんですけども、楽しみで仕方がないです。ということで、9本目。あ、そう、時刻見せなきゃ。現在の時刻。20時3分そこそこなペースですね。編集次第。というわけでですね、今回何をやっていくかと言いますと、まあ一番最初に上げた動画で言った通り、まあ、リッキーくんの眠気をね、覚まし合う対決をしたいって言うんだけど、眠いかな？眠気ゼロにしてほしいからね。今ちなみに何パーセント？ 60%。 結構だな。どっちだよ。60をゼロにすればいいんだよね。 それを俺らが交互にやってって、ゼロになった方が勝ち。何でもいい。ここにあるもんでも、もうか、なんか買ってきてもいい。何でもいい。何でもあり。出血なしで。わかりました。どっちから攻めるか。でも高校の方が有利だからね。もしかしたら前半の人が、まあ、そんな安易な考えないと思うけど、例えば水かけたとしたら、その水が残ってる状態で攻めれるわけだから、絶対高校の方が有利だからね。じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけん、ポイポイスポイポイスポイポイポイだよね。ポイ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 。それは俺の勝ちだわ。じゃあ僕高校で行きたいと思います。では1回戦先攻ポークマン、お願いします。眠気をゼロにしたいんでしょ。はい。簡単じゃん。驚くような話するわ。え、リッキーはさ、俺のじいちゃんどういう仕事してるか知ってる？知らない。知らん。サッカー系のさ、仕事なんて。で、サッカー系のジャーナリストで、で、今バルセロナに行ったんて。ああ、びっくり。第1回高校ずるい。お願いします。眠気覚ませばいいんだろう。歯を噛み締めた方がいいね。言います。リッキーさん、第1回戦眠気は覚めましたか？いや、まだまだ足んない。まだ足んない。では、お願いします。第2回戦先行バックマン、お願いします。じゃあ、つねりよ。いい？いくよ。ウィー。第2回高校ウニ、お願いします。ちょ、ここら辺の電子機器危ないかもしれん。おっ、くしょ。リキくん、目つぶっといた方がいいかも。ああ、いいじゃん、いいじゃん。これどうですか？いや、今のひねるやつもね、水のやつももうすごかった。もうめっちゃもう目覚めたけど、あれポークマンさっきそこでちょっと眠たそうにしてたよね。確かにー。え、ちなみに眠気は何パーセント？ゼロ。何パーセント？50%くらい。それは交代しなきゃダメだねえ。第1回戦先行鶴にお願いします。はい。ちょっと電子機器そこら辺危ないから。マジじゃん。目閉じた方がいい。鼻もなるべく入らない。あっ、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 これビチビチだ。第1回戦ゴーゴー、レッキーお願いします。ちょっと足出して。いやだ。待って待って待って、おい待って待って待って、大体的に犯人やめだー。お前な、何枚か顔でも痛い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 。で、やめて、もうそんなにいらない。待って待って待って、痛いって、怖いって。以上です。